ゆうじろうチャンネル、今日のお題は、社員を増やしても売り上げなんか伸びない。バキッ。伸びない。社員を結構みんな増やすけど、伸びない。社員増やしたけど売り上げは伸びんの？ちょっとなんかわからないんで、みんなね、社員を増やしたらなんで売り上げが伸びるのかって思うかもよくわからない。営業マンが2人おったら、こいつ1人目の営業マンが100売り売るけ、もう1人増やしたら、まあいきなり100にあらなんでも50ぐらいになって、最後には100になって200になるなみたいな。それまた足し算と掛け算ばっかりですね。プラスばっかりですね。だからそうはならない、うん、ということはね、今日はねちょっといろいろ喋ってみようと思います、はい、じゃあ行ってみよう。はい、こんにちは、板坂裕次郎です。こんにちは、伊達かな子です。はい、ということで今日はね、社員を増やしても売り上げなんか伸びはへんねっていう話なんだけど、どういうことですか？これね、例えば、100売る社員がおったけど、そこを増やす、増やすって言うじゃん。たら100の仕事をできるやつを、まあ新入社員で右も左もわからないやつ連れてくると、いきなり100はできんけども、よそでなんか招待やつを中途で入れるってなると、まあちょっと3ヶ月でも研修しときゃ100にはなるだろうってなったら、100×100×100 みたいな、あ、いや、100+100+100 で300になるだろうって思うじゃん、はい、意外にこうならない。ならない。ちょっとは増えるけど、100のやつを3人持ってきたら、今までは100やるようなのに3人になると、そこまで頑張らんでいいようになってきて、200の仕事を3人でやるようになってくるわけ。はいはい、分け合っちゃうんですね。そう、だから1人が100だったものが60とかまで落ちるわけ。ああ、そうか。だから100ある仕事が300になったから社員を増やすのはいいけれどもってことですよね。そうね。だからね、社員を増やすっていうのは、まあそれだけ5をいることもいっぱい増えるわけや、ということはマイナスもいっぱい増えるわけよ。はい。でどうしてもね、こう新しい人が入ってくると、大体やっぱり社長のこのフィルターっていうのがどうしてもかかるけ、で社長の正しいフィルターっていうのが、それなんか言ったら社長のフィルター、でやっぱこういろいろこう見えてしまうけ、何種類やになるわけ、まあ、頼むでみたいな。だからそこが、それら彼らにもいろんな、力量が、強みも弱みもあるんで、でそれをうまいこと伸ばしつつ使っていかないといけないわけ、でもそれをこう社長のこの眼鏡で全部見とるから、全部社長にしてしまおうとするわけ。だからわしがね、よくこううちの日高に、なんでながら仕事できんのやってから、よう怒る昨日からよく名前が出てる、なんでできんのやって怒るのはね、今自分で喋りながら思った。それってわしのこの眼鏡で見ようかな。あ、ということは、あの人はできない人なんだと思えばわしはものすごいこう楽なんだと。いや、多分できてるんだと思いますよ。裕次郎さんが求めてる器が大きすぎて。おお、なるほど、でも普通で言えば100なんだと思います。裕次郎さんが150を求めてるだけで。じゃあお前ちょっと日高と1ヶ月ぐらい共に仕事してみるか。お前1ヶ月後夜るかもしれんで、なんでできんのですか。裕次郎さん眼鏡かけてる。ほんまに。でもね、そういうことなんや、だからね、私も今言いながらちょっとほんまに思ったんだけど、やっぱりこう今言ったように100なんかもしれんけど、それを150というフィルターで見よるのかもしれない、分かんないですけどね。それは、その人の持ってる考えだし価値観なので、まあ、いや、で例えばこのわしのフィルターでこうやって見て、でわしはピッチャーが得意だからって全部ピッチャー目線の教育をしたら、みんなすごいピッチャーになったとしようや、でもよっしゃやろうって言った時に、みんながマウンドに立つよって5人ぐらい立って、誰が守るんよこれ。打つ人誰、打つの相手だ。あ、まあ、相手か。ってなると野球チームにならんのよ、それは。そうですよね、だからピッチャーばっかり作ってもいけないわけじゃん、はい、ということは
社員を増やす時にもやっぱりこう点取りに行く営業マンみたいなのがやっぱり一番おった方が売り上げ立つからっていうんで、うん、どうしてもそういうの入れたがるけども、ピッチャーばっかり揃っても意味ないわけ、はい、うん、だから結局ね、人を増やしてもなかなか売り上げが計算したようにいかないっていうのはもうそもそも経営者の中にプラスと足す算と掛け算しかないからだっていう、ここにもまたやってくる話になるわけよ。うん、だからこういう100のやつを3人入れたら300、5人入れたら500みたいな考えるけど絶対にいかんけね、そうは。そうですね、うん、だからまあお前なんかずっとピンでやっとるから一人ぼっち、うん、だから誰かと一緒にジョインとして仕事をするとかないよ。あ、それはいろんな方とご一緒させてもらってとかありますけど、でもそれはドテカナコ社のドテカナコが一人出てきて100じゃん、はい、で B 社の B 子ちゃんが出てきてこの子も100じゃん、でタックですね、でみんなでやるから、これは別会社の100が集まるから確かに足し算になるんだけども、これ一つの会社だったら、うん、まああそこはドテさんがやるじゃろうとか、まああれもドテさんの方がやった方がいいよね、うん、でも逆にでもあんな面倒くさいのはあの子にやらしとこうみたいになって、はいはい、結構平均が取れてしまうわけ、うん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 、で思惑通りの数量が作れなくなってくる、うん、みたいになっていくんで、だから社員を増やしたげて掛け算にはならんっていう話よね。そうですね、うん、ね、で必ず例えばじゃあこの接客部門はじゃあ土手ちゃん任しとくねって言って、うん、お前がやるとお前がいろいろ若いのも使ってやりだすとお前の頭角がこうゴンゴン現れてきて、はいはい、で社内にプチエースで4番ができてくるわけよ。おお、うん、もうエースで4番はここだけど、はいはいはい、プチエースで4番が出てくる。そうですね、だからもうああもう何しやもうええもうまあわしやるって言って、うん、あのわしの分身みたいなのが社内にもいっぱいできてくるわけで、いつもあのガンガンに働いとるのはその幹部連中ばっかりで、はいはい、で社員はいつまでたっても育たずにみたいな、うんうん、になってくるこのプチエースで4番みたいなのが、はい、プチがつくんですね、うん、だからそういうのもいけんし、うん、でもっと言うなればそのプチエースで4番がキャバクラの一番人気と一緒で、うん、新しいよみたいな、あ、変なプライドを持ち始めて、そう、だからよく言うのはね、飲食店を、やろうとする飲食店オーナーじゃないやつが、例えば土建業とか翔太人たちが、うん、どうせ飯食い行くんだったら自分でやるかみたいになって、うん、でなんかいつもよう行きよる店の、料理長みたいなのに声かけて、うん、お前ちょっと独立せんかと、金合わせが全部出したるけ、うん、でまあやらすとしようや、うん、たら結局こっちは金は出したけども店を作るというか料理を作ることはできんわけよ、はい、で料理人を連れてくるじゃん、うん、たらだん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 やっぱこう料理人がこう力を持ってくるわけよ、うんうんうん、ほんたらちょっと給料が少ないんでって言ったら、はあ、まあ、もうこの間負けたったんやないかと、いやちょっとっていう、うん、ね、でそれが払えんみたいになったら、じゃあちょっと僕みたいな、独立をって、うん、いやちょっと待て待て、何ぶるんやねんって結局その力持っとるやつを、はい、この上のやつがビシッとこう言えるか言えないか、そうですね、がやっぱ重要になってくるわけ、うん、だからね、私がすごく思うのは能力が高い、うん、もう営業マンなんかもうはっきり言ったら能力があるやつはめっちゃ売ってくるけ、はいはい、だけど能力高いやつに絶対部下はつけちゃダメだと思う、うーん、もうね、めっちゃ能力があるやつに部下をつけると、能力が高いやつ部下を成長ささんけ、そうなんですね、能力があるやつに部下つけると自分の数字を上げるためにうまいこと使うだけになってくる、あー、そういうことか、うん、自分の道具にしちゃうんだ、そう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 、いいこと言うね、そうなり、だからすごいから、そう、自分が一番楽に売り上げを立てるための道具に使うようになるわけ、あ、だからこの若い子は全然育たんくなってくる、うん、でも私は能力高い人の下につきたいと思ったけど、でそれはお前はもうそれでいいと思っとるっけ、いや、その人のあれを全部盗んでしまおうと思って、おお、あの使われながらでも盗んで、使われながら盗んでいきたいって、まあ、そう思えるんならいいけども、うん、でもそれはついたお前の資質の問題じゃん、まあそうですね、今度こっちの能力が必要ですよね、まあ、それをこっちはもう常に若いのつけるけって若いやつをなんとか育ててやろうなんていうことは思うとらんけ、うん、もうあの能力があるやつにはもうスタッフはつけずに現金支給、おお、
能力があるやつには舌をつけずに現金支給バカ、ね、もうね、要は頑張って売ってくるんだけ、頑張って売ってきた分の、はい、マージンを決めて、それでちゃんと払ってやりゃいい。まあもう歩合みたいな。そうで、例えばそれで計算したら1億やったやったら1億渡したらいい。その代わり2億でも3億でも売ってくるはずだけ。そうですよね、うん、だからその本人のやる気も一緒にこう上がってきますしね。もっとやるぞになるじゃん、うん、だからそういうやっぱりあの能力あるやつには現金支給、これが一番いいと思いますね。うん、だから保険屋さんとか外資系の保険屋さんなんて全部そんな感じじゃん、はい、もうみんながあの一事業主みたいな。そうですね、そうですね。でこうやったらやった分金はちゃんともらえて、はい、でアシスタントつけるとかつけんとかっていうのも全部自分の裁量の中でやってくださいよっていうか、うん、いやつけてもいいけど自分で払ってくださいよ。そうかそうかそうか、そういうことね。だからまあある意味、まあ、経営みたいなもんですよね。そうそう、個人でもだから、うん、やっぱり大事なことは社員を増やしてもそんなに売り上げってすぐには伸びんし、うん、で社員を増やすイコール豪が増えるっていうやつよ。はい、豪ってわかる？豪と書いて豪ね、あの面倒くさいことが増えるというか、うん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 、朝の挨拶がちょっとへこんどったら、どうしたんかなこいつ、今日何かあったんかなとか、うん、いろいろ気にもかけてやらねえけ、はい、だからそういうふうないろんなことが増えてくるんで、うん、だから人を増やすとか増やさないっていうのは掛け算で考えんこと、ここもね、うん、やっぱり引き算と割り算もちゃんと入れながら考えねえけんということでね、はい、まあそんな感じなんで今日はね、社員を増やしても売り上げは全然伸びんよって言うんだけど、社員を増やさんいうわけにもいかんので、はい、じゃあ増やすときにはどうするかっていうね、今日の課題を発表したいと思います。はい、それでは今日の課題の発表です、はい、今日の課題はもう一つだけです。ギリギリまで人なんて雇うな。わー、すっごく単純でシンプルですけどね。なんかね、安易に人を増やしすぎとる、ね、うん、もっと、こういう人が入ってきたらここのこういうポジションやってもらって、こうなってああなってこうなって、うん、みたいなちゃんとしたプランを作って、はい、そういう人に入ってきてもらう、うん、でこっちがこういうポジションやらすからこういう人に入ってきてもらいたいからって言うんで求人すると求人のコピーも変わってくるわけ、うん、あれを何も考えずに、まあ一人誰か若いの入れるかってなると若い人募集になるじゃん。あ、確かにね、うん、うんうん、そうじゃなくてこういうスキルを持ってる人に来てほしいってなると、もうはっきりとそういう細かいことが、そうですね、で、あ、自分だここにはまるのはっていうのもね、うん、ただまあ今は求人でなんかそういうのも書けれるかどうかよくわからんけども、今男性とか女性も書けれんけ。ああそうですよね、うん、年齢もダメですもんね。そうそうそう、だからでもやっぱり面接も変わってくると思うよ、うんうん、面接の仕方もで、こっちがやっぱりちゃんとこういう仕事をしてくれる人が欲しいという明確なものをちゃんと持ったんといて、うん、はい、ということは何か言ったら安易に人は雇うなという話なんよ、うん、ね、はっきり言ったら会社の経費で一番高いのは人件費ですから。そうですよね、うん、だって一度雇ったら少々売り上げが低いからでやめてくださいっていうのもね、言えないですしね、それ責任があるのね、うん、だからやっぱりこうギリギリまでこうギリギリまでこうぐーっと頑張って頑張って、で私なんかもうこうやってもう再起をするときに自分でやらないことっていう3か条を書いたわけ、うん、ね、お店は持たない、借金はしない、うん、まあこれ借金しないじゃなくてこう借金できないな、できないで、あとは、社員を増やさない、あっていうこの3つを絶対しない3か条っていうのを決めて、はい、復活をやったんだけど、 でもこの社員を増やさないっていうのはずっと1人は人もう1人でずっとやってきたんだけども、うん、もう結構ある程度お客さんの数増えてきて結構お客さんに迷惑かかるようになり始めたんで、で日高をわしが引っ張ったり、はい、ね、なんかようわけのわからんゴミ箱みたいなところにおったんで、わしがちょっと引っ張ったんや。ゴミ箱かな、ゴミ箱かな、うん、せっかくいいとこおったのにからね、うん、もうゴミ箱みたいなとこおったけ、うん、ちょっといいところめっちゃ分かんないんですけどまあいいかまあ今ここのトークは日高がカットするかどうかを決めてくれりゃいいんだけどはい、で、まあ、引っ張ったんだけど、ええ、だから結局なんで私が日高を入れたかというとお客さんにやっぱり迷惑かかるようになったから、うん、なんか自分のところの売り上げをこう増やそうとかじゃなくてこのままだったらちょっとお客さんに迷惑かかるなっていうのがあったんで入ってもらった、うんうんうん、でまたその次も入ってもらったのは全部そういうことよ、うんうん、もう
ちょっとお客さんの間口も増えてるんで、うん、でも言うてもギリギリの人数で、オーバーワークでやってると思うんでね。そういうことですよね。いやほんま私はねすごいこううちのスタッフにはみんな感謝してますなんか私のこと見てきたんですけどなんかやっぱりこうね自分の口ではなかなか言いにくいね、うん、やっぱりこういうのを通して本当に僕はね感謝してるみたいですよ。もうみんながおるからわしがおる、そう思ってます。いやもうカメラのすぐ向こうにいるんですけどね本人がね。ありがとうございます、ね、はい、はい、もう言いたいことを全部伝えていただけますでしょうか。 OK ですよ。はい、ということでね、ぜひぜひ皆さんこのお話を参考にしていただければと思います。またチャンネル登録も引き続きよろしくお願いします、はい、あとここに書いてるねこのセミナーのお知らせ、はい、6月7月はがっつり行くみたいなのでぜひぜひ、もしねこれもしもしのもしなんかそのコロナの影響でもしのもしできんかったら、うん、もうなんか考える。わかりました。わしがあのそのセミナー受講者の個人宅まで行ってやるから家庭教師みたいなね。それもあの密になるかね。いやなんか家庭教師 OK とか、まあ、ちょっとその辺はちょっと曖昧なんで言えないですけど、まあ、提言できないんですけど、あのどうやってでもやりますから、うん、ね、だそうですよ皆さん、ぜひいらしてください。はい、はい、ということでね、今日はここまでです。またねー。